昨日の小樽市長選挙で当選をいたしました狭間俊哉でございます。改めて皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。一昨日まで、遊説車に乗って活動していた私がこうしてこの場に立って懐かしいみんなの顔を見ながらここでご挨拶できる最高の気分です。みんなの先頭に立って働きたい、そういう思いで昨年の2月に市役所を早期退職して1年8月経ちました。こうしてみんなの前で挨拶できる、本当に夢のようです。皆さん本当に改めて感謝したいなというふうに思っております。1年8月の間市役所を離れて、未来会議という政治団体を立ち上げましたけれども、一人の市民として外から市政も見てまいりました。そして多くの皆さんにもいろんなお話も聞くことができて、この期間、これからの人生にとって、それから市長の職を続けていく上でも大変いい経験になったな。それなりの苦労もしてまいりましたし、いろんなことを改めて勉強できる、経験できた、そんな時間だったな、期間だったなというふうに思っております。この1年8ヶ月の間で市民の皆さんの声をお聞きする中で、なぜ3年前の市長選挙で森井市長が誕生したのか、こんなことを考えています。若い市長に小樽を変えてもらいたい、変えてほしい、多分多くの市民の皆さんはそう思ったに違いないです。でそのことは私もよく理解できます。市民の皆さんが小樽を変えてもらいたい、その中にはそれぞれのお考えがあって、何を変えたいか、その気持ちもそれぞれだと思うんですけれども、一つ感じたことは、小樽市、行政体の小樽市ですね、それと小樽市職員に対する変えたい、そういう思いも含まれているんです。市民の目線で仕事をしてもらいたい、市民の話をしっかり聞いてもらいたい、そういう思いが市民の皆さんの中にもある、このことを確認をいたしました。ですからしっかりと我々は市民の皆さんの目線に立って、市民の皆さんのお話をしっかり聞く、こういった今までの歴代の市長も同じことを言ってきたはずなんです。でも未だに市民の皆さんの間には小樽市役所にその体質を変えてもらいたい、そういう訴えが私のもとに届きました。しっかりと改めてこのことについて考え直して、小樽市全体の意識改革も進めていかなければいけないんだろうな、このように思っております。もう一つは、この間の小樽市政を見ておりますと、どうも市民の皆さんとの間でも、職員との間でも対話、コミュニケーション、こういったものが足りなかったのではないかなというふうに思っております。皆さんの持っている高い能力、秘めた可能性、こういったことをしっかりと職場の中でも議論を重ねていって、今まで以上に職場の中で切磋琢磨して、私もこれまで培った経験や知識、余すことなく皆さんと共に発揮をしてですね、今以上に高いレベルで仕事をしてもらえるように、そんな環境を私も作っていきたいと思っておりますし、市民の皆さんもそういった努力も重ねていただきたいな。そしてそのことがまた合わせて市民の皆さんに信頼いただける、評価いただける市役所、小樽市政にもつながるのではないかなというふうに考えております。やはりここに集まっている皆さん、そしてここにはいない職場にいる職員の皆さんも含めて、やっぱり全ての職員でこの小樽の町、小樽市政を進めていかなければいけないんだろうなというふうに
に思っております。選挙活動をしているときに、まあ、経済界のある先輩が私に言いました。小沢君、市政ってのはスクラムトライなんだ、こう言いました。とってもいい言葉だなと思いました。チームではできるんです。そんな思いでこれから渡る市政引っ張っていきたいなというふうに思っております。着任して先ほど総務と打ち合わせをしました。改めて多くの課題があるな、この問題を早急に解決していかなければいけないな。なぜ私が勝ったか、今回の選挙の結果については改めて分析もし検証をしなければいけないと思ってますけれども、一つ挙げるとすれば、やはり35年の市役所経験、行政経験による即戦力としての評価があったと思っております。市民の皆さんは私に対して即戦力としての魅力、そういったものも評価されたんだろう、そういうふうに感じております。ですからすぐに書かれるものには取り掛かり、スピード感を持って市民の皆さんが安心できる、そして安全な市民生活を皆さんと共にしっかりと支えていきたいな、このように思っております。私自身も自分自身でしっかり努力をしながら、自分の能力をまあさらに高めていきながら、職員の皆さんに、そして市民の皆さんに信頼されるリーダーを目指していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。お世話になりますが、皆さんと共に小樽市政を前に進め、未来への道筋をつけていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。